尻尾を掲げ、振り向きつつ、斜面を下る虎の様子。江戸時代、鳥取藩の御用絵師だった土方東麗が18世紀後半に描いた虎の図。S の字を描いてくねる長い尻尾の下に暗い色の地面を踏みしめながら左の肩越しに画面の右へ頭を向ける虎。この姿勢は中国や朝鮮の虎の絵にも確認される伝統的なポーズです。しかし前足の肩の表現は曖昧で、首の接続も解剖学的には正確とは言えないかもしれません。一方で白、黒、茶色と様々な色を呈す毛の描写は精緻で、それぞれの毛が細い線で表現されています。資料の不足から解剖学的に正確に描くことは難しかったけれど、毛の描写はできるだけ細かく行おうとした画家の心意気が感じられるような絵です。